はようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日から2月だよ、早いわこれね、今日はレンチンハムエッグ。私ね、器にこのなんだラップを敷いて、それからハムを2枚ね、で卵を割り入れて、黄身がさ、バーンってならないように、爪楊枝で黄身に5、6箇所穴をほがす。そしたら軽く塩コショウ。でね、ハムをかぶせて、ふんわりね、ラップをこうかぶせるよ。で、これはね、500ワットで1分半から1分40秒レンチンね。で、これえのきベーコン、もうベーコンでさ、えのきをぐるぐるっと巻く。ちょっと今日ね、えのきの量が多かった、すごいね、ぶっとくなっちゃったで、巻き終わりは爪楊枝で留めといて、詰めるときに外せばよし。そしたらウインナーに切り込みね。で、長ネギはね、斜めにザクザクザクっと切るよ。もうさ、緑部分も一緒にザクザク切っちゃう。で、ナスはね、くし切りにするよ。そしたらさ、豚肉、私はバラを使ってるけど、もう冷蔵庫とか冷凍庫にあるので何でもいい、いいのね、いいのねって、いいの。で、これを、なんだ、ナスを豚肉で、くるくるくるっと巻く。もうね、ほんとナスってさ、火が入ったらトロンとしてほんと美味しいよな。で、これもね、軽く塩コショウね、全体の面にピャーっと振るよ。そしたらね、片栗粉をまぶすよ。これも全体の面にね、まぶす。で、調味料の分量、これね、なんかさ、昨日は朝雨がちょぼちょぼ降ってるっつってたよ。そしたらね、お昼ぐらいから上がったの。雨が上がってね、まあね、暑くなったよ。もうね、ほんとね、暑くて暑くて、春の陽気もうね、暖房も何もつけてなくて、室温がね、23.何度あったもん。まあ、このね、気温差よね、びっくりこいちゃうわーだ。でね、これはえのきベーコンとウインナーを焼く。で、あのね、コンロのさ、電池がさ、交換してくださいってサインが出てたから、昨日変えたのよね。そしたらさ、チッ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 が、今までさ、チッ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 だったのが、今日からチッ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 ってめっちゃ速くなってた。ねえ、で、今日はさ、このえのきベーコン、えのきの量が多かったからね、蓋をして蒸し焼きにした。一応キノコ類はしっかり火が入らないとお腹痛い痛いなるがね。でね、今度はごま油ね。そしたらね、長ネギをドンと入れて炒めるよ。これも簡単でうまいやつね。一味唐辛子をペッペッて振ってもね、ピリ辛になっておいしい。分量これね。そしたらね、もうこれを
ささっと炒め合わせて、もうこれでさ、長ネギのおかか炒めの出来上がり。ただね、油を熱して、でさ、肉巻きは巻き終わりを下にして焼くよ。でも巻き終わりを下にしてさ、フライパンに置いたらしばらく触らないでこのまま放置しとけばね、がっちりくっつくから。でね、残ったナスも焼いた。そして私が食べた。いらん報告。ただこうやって転がしながらさ、全体の面を1分半ずつ焼く。でね、くし切りにしてるから3面あるよ。ただ最後の面もね、また1分半焼くんだけど、今度はさ、蓋をして蒸し焼きね。で、ここで合わせ調味料ジャバッと入れて、もうね、このタレがうまいのよ。ね、このさ、しっかりしっかり絡めるよ。でさ、合わせ調味料に酒が入ってるから、アルコールがね、飛ぶように1分ぐらいこんなすればよかからね。もうこれでね、豚肉と茄子の、豚肉と茄子のヤンニョム風ね、できた。ワックスペーパーで仕切って、レンチンハムエッグはさ、半分に切ってるから、断面が見えるように詰めるよ。これね、レンチンハムエッグ、ちょっとさ、小さめの器でしたら厚みが出る。で、このヤンニョム風はさ、立てかける感じで詰めるよ。そしたらね、カップを敷いて、ここにさ、長ネギのおかか炒めね。でね、えのきベーコン。そしたらね、あ、娘の方にも入れるんだ。片方ばっかり見て。説明をするち。で、ウインナーね。でね、最後にミニトマトを乗っけて、今日はね、ゆかりふりかけにした。ゆかりふりかけもさっぱりとうまいよな。ご飯によく合う、おかずにも合うしな。で、これでね、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、レンチンハムエッグとかヤンニョム風のお弁当でした。で、材料と分量これね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。